だ諦めんぞ。槍川の乱の後、叔父上と父上は湯を見つけたと聞いたが、もしやこれか？
風邪を痛み、黄金舞い散る赤おどし、恐れる心洗い流さん。ケンジ、何をしておる？ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした？いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなければ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。ジム、お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに？あなたの仲間だと知られてから、どこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか？まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽、猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あっし？あなた？お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。明暗でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。ウディギンタルギンダッチ。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター・モリガフ。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァッ、モルビグニクボルソン。あいた。
にして、ミオ、おい、まさかうまくいくとはな。ネギョンハッシンタ。ネギョンハッシンタ。なんかぶっちゃった。信じられん、助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ、あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ。全てあいつが撒いた種なんです。猛虎と取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。猛虎に食い物を売ると言って藁と木くずをやってみたんです。儲けるためか。畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか。こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって。食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか。え、いやいや、間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。
足を抜け。サムライアーガーガッチュッヤリカワの怨霊に違いねえ。お気をつけくだされ。元ヤリカワは危うい地でございます。何があった？街道を歩いていたら悲鳴が聞こえまして、駆けつけた時にはこのありさまで。果たし合いのようだが。いいえ、こやつらを斬ったのはヤリカワの怨霊です。怨霊？あなたも聞いたことは終わりでしょう。ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、分取るとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。んこの木を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待ってて、いやいやいや、誰も。酒井様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せるためは物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。食料も多いな。魚、野菜、米、泡、これらすべて島のものか。奴らの口にも合うんですね。着物に、革に、絹に、材木、これで大勢救われる。ほら、来てよかったでしょ。
ケンジ、食料と薬があるぞ。酒樽があるぞ。お主何か知っておるな。猛虎に酒売ってるの、あっしだけだと思ってません？ああ。そんな、ひどい。金目のものってありました？珍しい鉱物や材木、敷物とか。まずは食料だ。それがなくては誰も戦を生き抜けぬぞ。ああ、もちろん食料も。ケンジ、殺してやる。お主は？ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは酒井様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに銭を払わず、代わりにこの夏男を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった？あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？菅笠衆から盗んだ。酒井様、猛虎の気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じて。当てにはならんな。そやつと逃げろ。出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。檻なら安全だと思ったら開かなくなって。ありがとうございました。ああ、助かった。これからどうするのだ？これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。怒るな。万事うまくいったのに。うまくいってない。猛虎も菅笠衆も死んで、欲しいもんは手に入った。これで槍川のルミンも喜んでくれるって寸法。
酒井はどうやって崖から渡って降りてる。さあどうぞ見ていってくださいよ。お目が効きますね。では目的を達せられますよ。太刀のことならお任せください。ケンジ、何をしておる？酒井様、祈りが通じました。どうせまた揉め事であろう。申し開いてみろ。実は俗に金を借りたんです、肉屋のゴンに。返せばよかろう。返します、返します。でもおかしなところで落ち合うことになっちまって、足の喉をかっ切る気なんですよ。こたびは何をしでかしたのだ。酒と薬をちょこっとだけ高く売って、その金で伊豆原から人を逃がしただけなんですけどね。気づかれました。人助けはせめんが、やり方を変えろ。わしは本当にバカだ。俺に尻拭いをしろということか。もしゴンが襲いかかってきた時のために見張っててくれるだけでいいんです。下手に出てきてもらっちゃ足が恨まれちゃいますから。お前も考えたようだな。こたびは手を貸そう。ありがたや。俗に返す金は持ってきたのか。もちろんですよ。ゴンはこの近くの橋で待っております。案内を。揉め事は毎度のことですが、体がブルッと震えてきました。震えを収めたいか。嘘をつかないことだな。最初の嘘は咎められなかったもんですから。何度ゴンを騙したのだ。3度。
どうやってその肉屋と知り合った？以前、血まみれ太郎に借りがありまして、ちょうどその時、ゴンが酒を欲しいと言いましてね。それで、安酒を高く売りつけて、太郎に無事金を返したんです。肉屋も満足したことだろう。気づかれなかったんですよ。二度目はとっちめられちまいましたけど。血まみれとやらはどうなった？それが、奴から酒を買ったってゴンに嘘ついたら、血まみれをやっちまったんです。世話しない男だ。そうなんですよ。厄介に巻き込まれてばかりで。身から出た錆というものだ。帰り見るべきだな。あの橋で落ち合います。歩きましょう。橋へ行け。俺はゴンが見える場所を探す。では、もしもの時のための合言葉を。これどうです？お元気で何より。好きにしろ。もちろん、ここに。まったく、どうしてこんなことになったのか。足に。まあ、気にすることはない。金の話をしたいわけではないからな。欲しいもんでも、仕入れましょう。アザボウラに行ったことはあるか？それはもう。飽きないで。ええ。で？アザモノデの漁師と知り合って話を聞いたんだ。クロードが猛虎を一掃し、ついでに鍛冶屋も消えたらしい。クロードの話なんて、しゃらめですよ。わかる。だが、一つ気になってな。クロードが現…こいつを殺せ！クロードまで！助けて！避けろ！捨てろ！
また借りができてしまいました。いくつ貸せば済む？お返しします。酒ででも蔵ででも。それとも賢治、なぜ千亡きことに命を落とすのだ？千内なんて全ては飯と金と寝床のため。お前は鷹を救った上薬も配っておるではないか。そんな褒めないでくださいよ。お前には才がある。対馬を救うために力を尽くしてくれ。そうします。名誉なくして賢人なし。Hey!
見に行こう。
本土に渡る航路を見つけた仲立ちがいるらしい。そんな。ない話がある。でも試す価値はある。そんなこと言って、もうこれ捕まっても知らんぞ。陸にいてもいずれ捕まる。でも安全な航路があったとしても。